皆さんこんにちは。不調多独身男の松です。今回は現実のヨハネの聖地巡礼後編ということで、カタカナ沼津の街並みを散策していきたいと思います。後編では内浦方面を中心に巡っていくので、もしかしたら慣れ親しんだ場所が多くあるかもしれないんですけど、それって最高だよな。ちなみに前編では現実のヨハネのアニメの作中で初めて登場した聖地を中心に巡っているので、ぜひそちらを回してご視聴していただけると嬉しいです。それでは早速聖地巡礼スタートです。まず最初にやってきた場所は狸山です。狸山といえばアニメの作中ではひねく山っていう名前だったと思うんですけれども、数あるシーンで登場した場所ですよね。ヨハネが歌を歌う切り株があったり、あとは異変になった動物と戦うシーンとかも本当にいろいろあったとは思うんですけれども、ぶっちゃけアニメで登場したシーンと全く同じ聖地っていうのはもしかしたらないかもしれないと思うんですけれども、やっぱり現実のヨハネで聖地巡礼をするときは外せない場所だと思うので、とりあえず山頂を目指して登っていきたいと思います。とりあえず狸山の中腹ぐらいに来たんですけど、なんかどうやら分かれ道がありますね。ただね、調べたらこれ左側に行くとさっきのスタート地点に戻るっぽいので、我々が目指すこの山頂展望台は右側なので、こっちに歩いていきたいと思います。あ、山頂の表札が見えてきましたよ。てか狸山って標高が低いから完全に舐めてたんですけど、山道の勾配が結構急で意外とは疲れましたね。あ、パイセン、あれ、あそこに切り株ありますよ。あれ、ほらほら、これありますよ。これもしかしてここでヨハネはいつも歌を歌ってたってことですかね。違うか。いやー、でもなんかこういう切り株とかを見ると少しテンション上がりますよね。ただまだ山頂にはついてないそうなんで、ちょっともう少し登ってみたいと思います。あれ、もしかしてここ山頂じゃないですか。しゃ、沼津アルプス狸山193m 制覇だぜ。つっても、あのね、狸山の山頂はもう全くあの木々に覆われてて景色が堪能できないので、私たちは展望台の方を目指して歩いていきたいと思います。展望台に向かう途中、大きな切り株がありましたよ。この上でヨハネは歌ったんですかね。これはトイレだと思うよ。ヨハネはトイレの上で歌ったってことですか。違うわ。さあ、ようやく展望台に到着しました。なんですけど、展望台はさらに階段を登らなきゃいけないそうなんですよ。ちなみにね、なんか右手には富士山とオブジェが置いてあって、めちゃくちゃもうこの時点でかなり絶景で、多分この上に登ったらさらに絶景が待っていると思うので、とりあえず、はい、この階段登ってみたいと思います。おお、すげえ。いや、マジで絶景ですね。絶景っていうか、本当に沼津の市街地を一望することができるので、ここに何があってあそこに何があるかっていうのがもう一目で大体わかります。すげえ。あれですよね、あの目の前にあるのが竜王ですよね。そしてあの高層ビルが立ち並んでるところが多分沼津駅の近くなんだと思います。そして和島島は左手にあるんですけど、もう完全に霧がかかってます。もうこれはもう現実のヨハネとの世界観がぴったりで最高だな。いや、本当に狸山は登りやすいし、もう本当に現実のヨハネではファーファーアウェイとかフォーエバーユーアンドアイとか、あとはビーアズワンとか歌った聖地でもあるので、少し疲れるかもしれないんですけれども、山頂に着いた時の達成感は気持ちいいので、ぜひ狸山に聖地巡礼してみてはいかがでしょうか。今回我々は冬に狸山に来たけど、暖かい季節はマダニとスズメバチがいるらしい。聖地巡礼するとよくスズメバチに遭遇しますからね。暖かい季節に来る方はハチとマダニに気をつけてください。あと展望台にはテレビ局のカメラが設置されているらしいよ。この風景はトコちゃんラブライブ沼津紹介のオープニングに出てくるやつですね。次にやってきた場所はせせらぎ公園です。
この公園はアニメの作中ではヨハネとライラプスが先ほどのキネック山に行く最中によく映っていた公園なんですよね。もうね、やっぱり今日はね、土日なだけあって子供たちはたくさん遊んでますね。で、まあ、この辺りに水場が置かれてるんですけど、多分アニメでも登場した特徴的な形をしたものがあると思うんで、そっちの方に向かってみたいと思います。作中ではこの水場の横の道をヨハネとライラプスが歩いてたと思うんですけどね、アニメの作中で印象深い場所はなんといってもこの丸の形をした池なんていうのかわかんないんですけど、いやこれ本当にアニメのまんまってわけじゃないですけど、まあ、かなり似通ったような雰囲気になっててテンション上がるわ。しかもね、まあ、時間帯によっては先ほど湧水が流れ出てたので、あ、流れた流れたこんな感じでねまあこの辺りでゆっくりと過ごすのも全然ありですね。あとせせらぎ公園といえば、幼少期の頃ライラプスとヨハネが追いかけっこしていた場所でもあるので、ちょっとねそっちの方も向かってみたいと思います。前編の動画では門池公園って紹介してしまってすいません。あのね、もう一回現実のヨハネを見返したんですけど、どうやらせせらぎ公園が追いかけっこしていた場所らしいんですよね。ほら、配線謝ってくださいよ。え、なんすか、俺のせいって言いたいんですか。あれ、パイセン、あそこに虫さんだてなわけで、次の場所に向かいたいと思います。次にやってきた場所は沼津御用邸です。ここはアニメの作中では第7話でアクアメンバー9人プラスライラプスで女子会をした場所ですよね。もう本当に入り口のトイレみたいな建物とかまんまでテンション上がりますね。というわけで、まあ挨拶と夏の髪型は短い方がいいというふうに言いますので、ここに第1回沼津独身会を開催します。開催いたします。開催いたします。じゃあ中入っていきましょうかじゃあこの西府属邸御殿、まあ、この建物の中でガールズのBGM を流しながら9人で料理を作ったり女子会をしていたと思うので、早速この建物の中入っていきましょうか。御用邸記念公園の入園料は100円ですが、ここに西府属御殿に入る場合は410円になります。調理室ということはチームに分かれてスイーツを作った場所ですね。3年生は抹茶プリン、2年生はみかんパイ、1年生はチョコレートケーキだったね。もちろんみかんパイで、誰も聞いてないよ。この辺はみんなで寝ていた寝室ですかね。みんなでゴロ寝してたシーンね。ここは襖が並んでいるってことは、チカと花丸が襖を全部開けていくシーンの場所ですね。こんな感じでチカが襖を開けてましたね。皆さんは真似しないように。じゃあご予定のお庭の方も散策していきましょうかって思ったんですけど、まさかのこの目の前の木の橋が工事中っていうね。現実のヨハネの作中ではこの木の上でカナンが最近の女子会は進んでるんだねって言っていた聖地の一つだったんで、ちょっと見れないのは悔しいですねとりあえず奥探索してみたいと思います。余談なんですけど、現実のヨハネの作中でよく出てくる花があったと思うんですけど、その花の品種の名前はこちらの浜湯っていうそうなんですよね。まあね、浜湯、まあ、こちらの今はね残念ながら花は咲いてないんですけど、どうやら夏の時期にこちらの御用邸で見ることができるそうなので、現実のヨハネの聖地巡礼に来た時は御用邸に来て浜湯を見てみてはいかがでしょうか。じゃあ一応海沿いの方まで来ればもう一つ橋があるので、あっちに行くことはできるんですよ。でも現実のヨハネの聖地巡礼をするんだったらやっぱり木の橋は見たかったですよね。しかもですよ、なんと今ね海岸線に出ることもできないんですよ。なんかわかんないんですけど、普段はここの道から砂浜に出ることができるんですけれども、今は残念ながら工事中ということで、女子会でみんながスイカ割りとかソフトボールとかしていた砂浜を見ることができないので、次の場所に向かいたいと思います。
というわけで、内浦エリアにやってきました。なんですけど、ここは、泣く子も黙る、和島島の目の前なんで、もう、後ろにはアクア号が走ってるわけなんですけど、いやー、どうしようかなー。和島島に行くべきなのかどうか、ちょっと占ってみたいと思います。じゃあ、パイセン、行きますよ。ダダダダダークです!なるほど。和島島に行くのが吉というふうに出たので、淡島島に行きたいと思います。じゃあ、アクア号、早速乗りたいと思います。というわけで、淡島に上陸しました。じゃあね、こっからは、俺の下目でもあるセラピーに案内を任せたいと思います。じゃあ、パイセン、通訳よろしくお願いしますね。ギューギュー、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 ギューギュー。もううざいか。すいません。先ほどの売店をさらに抜けてくると、アシカショーが見れる広場があるんですけれども、その前にもしっかりとこちらにアクアメンバーのパネルがあるんですよね。あ、マジ、最高かよ。じゃあ、船を降りて、右の方に歩いてくると、やってきました。あれが魔王のお城ですね。いや、集まるところみんな大好き。淡島ホテルなわけなんですよ。第3話でヨハネが初めてマリさんのお城に訪れて、魔王って呼ばれて、マリさんがやめてその呼び方って言って、でマリって呼んだら、あの照れる姿がね、めちゃくちゃ可愛いんだよな。いや本当に、まあここはもうラブライブサンシャインではもう聖地巡礼の鉄板のスポットだと思います。まあ、ついでにその隣にはラブライブサンシャインのアニメではおなじみのブルーケーブもあるので、ぜひ淡島に来た時はセットで立ち寄ってみてください。次にやってきた場所は内浦漁港です。ここは奥に赤い灯台が見えると思うんですけど、ちょっとね遠くからで申し訳ないんですけど、第4話で REP を歌った場所なんですよね。あの赤い灯台でね、ヨハネが道がないのに気づかずにそのまんま海に落ちちゃったシーンですよね。残念ながら実際にはあそこの灯台に歩いていくことはできないんですけど、とりあえず正月さんの目の前とかにある漁港ですので、ぜひあの現実のヨハネの聖地巡礼に来た時は合わせて寄ってみてください。次にやってきた場所は毎度おなじみ安田旅館さんです。アニメの作中ではとちまん旅館ってラブライブサンシャインと全く同じ名前だったわけなんですけれども、ここは別名ミリオンダラーの本部でもありますからね。まあラブライブサンシャインの聖地としては、まあ、スタンプラリーもあるので絶対に欠かせない場所だと思います。しかも温泉もめちゃくちゃ気持ちいいので、じゃあパイセン、俺は温泉に行ってきます。ダメですか。というわけで、じゃあ次の場所に向かいたいと思います。次にやってきた場所は内浦造船所です。ここはアニメの作中ではリサイクルクイーンカナンがカナン工房を経営しているモデル地ですね。え、その様がまたいいキャラしてるんだよな。ちなみにここはもう反対側は長井崎小中学校の近くにある場所なので、まあ、通った時は意識してみてください。次にやってきた場所は毎度おなじみ三の浦総合案内所です。これ見てください。めちゃくちゃ可愛いんだけど、もう完全にクリスマス仕様ののぼりたち。いやーめちゃくちゃ可愛い。総合案内所は現実のヨハネの作中では第4話でリサイクルクイーンカナンと一緒にヨハネとヨウちゃんの3人でこのねブランコを直してましたよね。誰かにとっていらないものは誰かにとって必要になる、出ました名言っつってね。いやー、でもあのブランコのシーンも
やっぱりなんかヨハネがどんどん変わっていく姿、成長していく姿を見ることができて結構感動的なんですよね。残念ながら、まあ、大人禁止って書かれているので、まあ、ここでブランコに乗ることはできないんですけれども、やっぱりしっかりと作中と同じようにブランコが置かれているところがエモいなって思います。今回最後にやってきた場所は沼津のシンボルことビューゴです。ビューゴは夜になるとライトアップされるはずなんですけど、まだされてないですね。現実のヨハネの作中でもビューゴは登場しているので、とりあえず中の方に行ってみたいと思います。というわけでビューゴの水門の上にやってきました。ここは第13話で沼津の町が異変に襲われた時に、ヨウちゃんとカナンがこのビューゴに避難している人たちに物資を届けていたシーンで登場しているんですよね。いや、それにしても下見てもらえれば分かるんですけど、この下ね、トリックアートになってて、かつこのビューを一周するとこの沼津の町を、歴史を学ぶことができて、さらにここからの景色が沼津の市街地を一望することができるのに、なんと料金はたったの100円。毎回ビューが出てくるたびに言ってますけど、やっぱりね、ビューはめちゃくちゃコスパがいいと思います。沼津大市場に来たついでに、ぜひ定期巡礼に来てほしいなって思う場所です。チットファイヤーっつってね。じゃあおまけ映像ということで、私たちは本日これから現実のヨハネのライブに参加するため武蔵野森総合スポーツプラザにやってきています。もうね、会場時間は過ぎているんですけど、人だかりがめちゃくちゃやばい。もうこっちにすごいもう圧力、熱気がね伝わってくる感じがしますね。いや、これぞライブの雰囲気って感じがして最高かよ。じゃあこれから入場するために会場に向かおうと思うんですけど、会場に向かう道がえぐい、人だかりが半端ない。皆さんラブライブ関連のグッズとかを交換されてて、この光景こそライブって感じだわ。しかし毎回ライブに来ると思うんですけど、よく男女で交流している人とかいるじゃないですか。あれってどうやって友達を募集してるんですかね。私とパイセンはいつも完全に二人っきりで孤立しているので、少し羨ましいですよね。今回私たちはアリーナ席なので、アリーナの入り口の方に向かっていきたいと思います。じゃあ建物の中に入ってきて、これからライブが始まる前に、やっぱりライブといえば祝い花を見たいですよね。もうたくさんの祝い花がいろんな人から送られてきているわけなので、ちょっとね、祝い花の様子もお伝えできたらいいなというふうに思っています。早速祝い花を見ていきましょう。沼津揚げ土商店街さんなどがありますね。畑さんからも来ているね。島根役のあすみさんもあるね。一番奥はクロちゃん。確かあいたさんはクロちゃんファンだったよね。他にも沼津関連、ラブライブ関連の会社からたくさん来ているよね。いろんなタイプがあって飽きないな。パイセンが大好きなライラプスにもお祝いが来てますよ。こっちのエリアは花だけではなくいろいろアレンジされているね。人気エリアだったようで、ライブ開始直前にもかかわらず5分以上並びましたからね。危うく時間切れになりそうだったよね。この辺りは個人や有志の方からかな。俺も送ろうかな。多分お高いと思うよ。やっぱりやめておきます。世界は歌である。というわけで現実のヨハネの聖地巡礼後編は以上となります。前編と後編を合わせてメインどころの聖地はだいたい巡れたかなっていうふうに思います。それにしてもカタカナ沼津も漢字沼津もいつ来ても本当に楽しいっすよね。この街だけは、沼津だけはいつ来ても最高っすよね。まあこれからも沼津には定期的に訪れて、新しい情報があればお届けしたいというふうに思うので、もしこの動画が少しでも面白いと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。